ごめんね、待った。いや、全然。あの、この前の返事なんだけど。え、アニマ、ちょっと待って。いきなりここで行き。そうだよね、焦っちゃって。どっか移動しようか。そうだね。アリマ、アイス溶けてきてるけど。え、本当だ。俺も食べ終わった。ここのアイス初めて食べたけど美味しいね。で、返事聞いてもいい？タマル君はかっこいいし優しいし話が合うし、付き合ったらすごく楽しいと思う。どうも。告白してくれて嬉しかった。でも他に好きな人がいます。だから田村君とはお付き合いできません。好きな人がいたままでいいから付き合ってって言ったら。そう言うと思った。タマル君と一緒にいて楽しいのは本当で、これからも友達でいてほしいんです。ごめん、わがままだよね。これから先ずっと避けられる方が辛いよ。俺また本貸すからさ、感想とか聞かせてよ。ありがとう。あのさ、俺もわがまま言っていい？うん。有馬のこと好きなままでもいい、気持ちの整理がつくまで。ダメかな？分かった。よかった。あのさ、アイスほぼ液体になってるけど。あ、本当だ。改札まで送るよ。ありがとう。しかしさ、さっきの液体になったアイスの一気飲み、なんか男らしくてすごかった。ああ、もうこれ飲んじゃうね。一気？だってあなったら飲むしかないよ。いや、予想以上に豪快だったからさ。笑うほど豪快だった。いちかさん、りょうさん。俺先に会社帰って報告書出しときますね。あ、うん、悪いな。さて、二人ともこんにちは。デート中なのかな。オーラと顔が噛み合ってない。あの、これは。じゃあタマルはお兄ちゃんの恋のライバルになるわけだ。なるよ。
あの、勘違いしないでください。ん？俺、さっき有馬に振られたんです。トマル君、振られたって？あなたのその笑顔で隠している部分がどんなものか知らないけど、つうか知りたくもないけど、それが原因で有馬が悲しむようなことだけはしないでください。ずいぶん上から目線だね。年の差を武器に大人ぶる方が大人げないと思いますけど。確かにそうだ。ご忠告どうも。今素の片鱗を見た気がする。有馬、ここで解散でいい？トマル君、今日は本当にありがとう。じゃあまた学校で。あの、どういうことでしょうか？私、タマル君に先日告白されて、その返事を伝えるために会ってたんです。もしかして悩んでいたのは？この悩みは自分で答えを見つけなきゃいけないことだから。そうです。そうでしたか。ん？断ったということ、つまり俺のこと。バカか俺は。大人げない。もしもし、川口。いきなりだけどさ、球技大会の時の約束守ろうと思って、報告するって言ったから。俺有馬に告ったよ。で、振られて今帰るところ。は？今から慰め会する？やめろ。山岸も一緒に。勘弁してくれ。石川さんのあんな顔見たことなかった。年の差を武器に大人ぶる方が大人げないと思いますけど。原因じゃないから悔しいのか。ロマンスなんて気づかないふりしたい。外出てあなたを少しだけ忘れたい。イヤホンがブルース、騒ぐ春色したブルー。ちょっと横失礼、喫茶店あっちなもんでね。ポケットがしらす、重なる未読のメッセージ。メモが効いているのに小さく隠して忘れたい。頭の隅、少しの間お休み。書きかけてかけて恋心って多分初めからもう気づいていて、まだ認めたくはないと独り占めしたいとのジレンマ。離れた方がいい、繰り返し呪のように。もしかしたらに姿ままざわめきだった。胸を無視して二つの自分をさまよって、少し前の冷静な頃に戻りたい。戻れない、無駄な推理が脳内に湧いて、シワがなかったじゃ好きになって、嫉妬に揺らめいた心が吹き抜ける風を追い越して書いた卒業小さくない？いや、天草のおめでとうがでかすぎんだろ。はあ、大きく書かなきゃ老眼の人見えないじゃん。気遣いゆえの大きさですが。卒業生に老眼いないだろ。まあまあ、二人とも。有馬、天草、いいところに。もし時間あるなら先生助けてくれ。助けるかどうかは内容と報酬次第です。ジュースでどう？ジュースに相当する内容ならいいですよ。リオの交渉術にはいつも感心するの。確か有馬は美術部だったよな。はい。なら適任だな。お、タマル、
ナイスタイミング。お前も手伝ってくれないか。人数多い方がいいしな。明日卒業式だろ。卒業生の教室の黒板に送る言葉を書いてくれないか。絵も描いて、なんかいい感じによろしくな。終わったら呼んでくれ。いい感じ、いい感じって一番困らない。タマルくん大丈夫？結構先生無理やりだったけど。別に特に用事もないし大丈夫。そっか、ならいいんだけど。あ、でも絵は無理。そっか、なら絵は私が。じゃあまず字を書いて、その後装飾しない？タマルは卒業、私はおめでとう。いちかはございます担当でどう？うん、わかった。天草の字を小さくすればいいと思うんだけど。てか、そもそもタマルの字曲がってない？いちかどう思う？え？どうかな。っていうかさ、なんか二人とも様子変だよね。いちかはいつもより歯切れ悪いし、タマルはいちかと目合わせようとしないし、ギクシャクしてる。空気重い。アリマ、実は俺がアリマに告ったこと天草は知ってる。え、リオ知ってたの？イチカがなんか悩んでるみたいだったから、何か知ってるってタマルに聞いたら教えてくれた。そうだったんだ。あとこの空気の理由は、先週俺がアリマに振られたからギクシャクしてんだよ。あ、別に振られた嫌味言ってるわけじゃないから、事実報告だから。はい、大丈夫。そっか、そういう展開になってたんだ。リオ、あのね、いつもリオにいろんなことを相談してるけど、今回は自分で考えなきゃいけないと思ったから黙ってた。ごめん。自分で答えを出してタマルに伝えられたの？うん。ならよかった。リオ、ただイチカが何も言ってくれなかったことが寂しくて構かけちゃった。拗ねてたのかも。ごめんね。リオ、なんか可愛い。何それ、なんかムカつく。ごめんごめん。っていうか、さっきからタマルへの精神的ダメージすごいよね。まあえぐられてはいるかな。ごめんね、タマルくん。謝られると余計に来る。ごめん、あ、じゃない、あ、違うぞ。俺アリマにどう接したらいいかわからなくなってたから、いい機会になったかも。これからさ、ぎこちない感じになった時はなんとなく笑いに変えたりして空気リセットするってどう？気まずいのは嫌だしさ。じゃあ改めて、タマル、さっさと卒業の字おめでとうの大きさに合わせてくれる？は？天草が合わせろよ。まだそのやり取りやるの？なんか二人打ち解けたよね。違うよ、遠慮がなくなっただけ。そうだな。あれ、三人ともここで何してるの？あ、さちゃんとルーちゃんも一緒に書かない？あら、何？ちょうどよかった。どっちの文字に合わせるのか二人に決めてもらおうよ。何か人数増えてるけど。先生、途中参加の私たちにもジュースおごってくださいます？もちろん。わーい。来年はお前たちの番になるんだぞ。そっか、大人に一歩近づくんだね。来年はもう高校生じゃなくなるんだ。私もっと大人になれるのかな。何？いちかしんみりしてんの？なんかそうかも。アリマ、しんみりするの1年早いだろ。ほら、ジュースの希望教えろ。私炭酸。私も。俺コーヒー。私はお茶で。あの、私もお茶お願いします。
自分でも信じられない。正直否定したいんだけど、同じ答えが頭の中をぐるぐるしている。好きって単語が当てはまるのはこの人だと思ってしまう。それではお手元のタブレットをご覧ください。ちょっと待ってください。何でしょうか。大事な用事って聞きましたけど、もしかしなくてもこれですか。はい、では資料3ページを。いや、なんでプレゼン始まったんですか。一華さん、俺考えたんです。あんなに情熱的なバレンタインプレゼントをいただいた以上、お返しとしてふさわしいホワイトデーにしなくては。やめて。それに自分は独りよがりになりがちなので、いっそ一華さんにプレゼンしてご意見をいただこうかと。自分を顧みるのはいいですけど、私は上司でも取引先でもないです。ああ、サプライズの方がお好みでしたか。その場合の資料はですね、ホワイトデーを何だと思ってるんですか。プレゼン中止。ちゃんとサプライズなのにプレゼンしたら意味ないよな。私この人のこと好きなんだよね多分。一応資料だけでも見ませんか。一華さんが好きそうなスイーツピックアップしたんですが。そう思うと涼さんが特別に見える気が。なぜだろう、それがなんか悔しい。涼さんは私がひどいこと言っても私に対していろいろしてくれる。まあたしなめられても当然な行動の方が多いけど、でも私は涼さんに対して何かしてあげられるのかな。年だって10個違うし、私と涼さんじゃ釣り合わない。そもそも私って涼さんのこと本当に好きなのかな。一華さん大丈夫ですか。顔が近い。ああ、具合でも悪いのかと。資料が多くて圧倒されてただけですやりすぎましたかね。それはいつものことじゃないですか。涼さんが原因で一喜一憂してる自分のこと、なんだか悔しくて恥ずかしくて変な気分。ちょっとお水もらってきます。ああ、俺がもらってきますよ。水くらい自分で取らせてください。あ、松島から飲みの誘いか。別に予定ないし行くか。あら、うん、こんな風になってるんだね。ありがとうね。いえいえ、お先にどうぞ。お水つぎましょうか。あら、すみませんね。いや、優しげに見守っている。ホワイトで成功するといいね、イケメンビジネスマン。松島。うそんなに驚かなくても。びっくりしたごめんごめん、中入ろうか。そうだね。今日って差し飲みだったんだな。え？てっきり同期で集まって飲みなのかと思ってた。そっか、ごめんね。二人でって言ってなかったよね。嫌だった？うん、よ、全然。よかった。今日はなんというか、ちょっと相談とか。ごめん、ちょっとお手洗い。あ、うん。覚悟は決めてきたけど、大人になっても告白ってなれないものだな。でも少しでもチャンスがあるなら私は行って知ってもらいたい。お待たせ。サラダ適当に取り分けたから。ありがとう。この店のドレッシングうまいな。ベリーソースがメインみたいだけど。天草。ん？話したいことがあるんだけど聞いてくれる？少し前に天草、片思いの相手がいるって言ってたよね。ああ。その人にはまだ片思い中なの？うん。そっか。
それでも私の気持ちを知ってもらいたくて今日は誘ったの。私天草のことが好き。あ、言っちゃった。ねえ、片思いの人のこと聞いてもいい？え？好きになってもらう努力をしたいから知りたいの。ダメかな？なんか松島急にすごい攻めてくるな。言っちゃったから取り繕う必要ないかなって。ああ、俺が好きな人妹の同級生なんだ。同級生？え、ちょっと待って、天草の妹さんって高校生じゃなかった？そうだよ。高校生？驚いた？ちょっと予想外で。あ、私に雰囲気似てるって言ってた人ってその子？そう、長いこと図に乗っていた俺を臆することなく諭してくれた人なんだ。いい子なんだね。うん、誠実な人だよ。天草の話し方だけでその子のこと好きなの伝わってくるよ。そう、好きだって伝えてるの？まあ、一方的にだけど。恋は形にしてるつもりなんだけど、どうにも空回りするんだよな。あのさ、好きになっちゃったのは仕方ないけど、もしその子と付き合うことになったら、お互い年の差で苦しむことにならないかな。好きな人が苦しんだり悲しんでる姿は私だったら見たくないな。悲しむ？もし一花を悲しませるようなことしたら応援するのやめる。それが原因で有馬が悲しむようなことだけはしないでください。だからね。散れたいって言葉こぼれた、会いたいってつぼみさ。私じゃダメかな？水たまりに映る私に聞いてもわからない。今日も変わらず空は綺麗です。傷つく覚悟。